回はダイソーの羊毛フェルトキットうさぎでアジサイを作っていきたいと思います。作り方は前回とほとんど一緒なんですが、まずピンクを半分にして、こっちが土台でこっちがお花の分になります。白も半分にして、白とピンクは土台に使います。こっちの白とピンクは白をピンクを半分して、そのうち白を半分した分を混ぜます。こっちは花の真ん中の部分に使います。白と混ぜたピンクと普通のピンクと白、こちらがお花を作っていく分です。こちらで白で土台を作って、ピンクで巻きつけていきます。土台になるのでしっかり固めます。次はピンクをほぐしてこの土台に巻いていきます。前回のブルー系のアジサイと違って下地がピンクなので、お花が足りなくなってもそんな慌てなくても大丈夫そうな感じですね。 2.8 センチの高さ 1.5 センチのドーム型でできました。次はひたすら5ミリの丸を作っていきます。前回同様4つペア、4つにつき白1つで作っていきます。お花ができたのでつけていきます。そこの角も少し削っていきます。あとは全体を一つ一つ綺麗な丸にして、白のところを割と沈めて綺麗に調整していきます。はい、綺麗に整えられました。こんな感じです。次は緑の羊毛を3分の1ほど取って葉っぱを作っていきます。白の羊毛が余ってたら葉脈をつけていきます。葉を裏側に刺し付けて、完成です。前回のアジサイと2つ並べてみました。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。